皆さんこんにちは、さやぐさこころです。本日は代官山にあるプレミアムゴルフスタジオに来ております。今回はウームゴルフ君1号と長谷川プロのレッスンになるんですけれども、まあ、ウームゴルフ君1号前回の腕についてやったと思うんですけれども、はい、どうですか最近の、ね、当たりはすごく良くなりました、はい、ミートできるようになったっていう感覚はあるんですけど、ちょっと左に行く球が出てきたかなと。まあ今まではね、肘がこう曲がってしまって、でフェース面が開き気味だったものが、まあ腕をしっかり伸ばせるようになってくると、ボールとの距離が安定してきて芯にも当たる。で腕が伸びてくると、うまく腕っていうものをきれいにターンさせて使いやすくはなるんですけども、おそらくそれが今度過剰にターンしすぎたりとか、まあフェース面が閉じすぎているのか、まあ、その辺になってくるとは思うので、はい、まあ、ちょっとゆっくり見ながら分析していきたいなとは思います。はい、それでは早速レッスンの方に入っていきたいと思います。前回のレッスンで、うん、まあ、僕が目から鱗だったのが、はい、あの右斜め上の人にこう、はい、タッチするような、はい、この感覚っていうのがすごく今までなかったので、まあ、これを意識しつつどこまで上がってるのかなみたいなのは結構意識してやったんですけど、感覚的にはもうここぐらい、はい、でも画像を見るともう結構上がってるっていう、ね、しっかり上がってるっていうのをまあ確認しながら、はい、ここでいいんだっていうのをやってました。でそれでちょっと打ってみます。もう 2,3 発、はい、OK です、はい、まあ、ちょっとスイング見てみましょう。バックスイングをしっかりおおよそこう斜め方向に腕を伸ばしながら、でウームゴルフ君にとってはもうこの辺で終わってるつもりなんですよね、はい、つもりです。でも画像で見るとめちゃくちゃいい位置まで上がってると、はい、ちょうどクラブが地面と平行になるぐらいですね、左のこの画面見ると上がっているので、これ超いい感じ。あ、はい、はっきり言うとこのトップの位置までもめちゃくちゃ完璧ですよね。左腕も綺麗に伸びてて、右肘もうまく絞れて畳まれています。で今度ここからダウンスイングにはなってくるんですが、はい、降りてくる位置が少しこの赤い軌道、まあ、実際にボールをまっすぐ綺麗に飛ばしやすい軌道からすると、右の画面これ見るとちょっと上から降りてくる感じ、要はちょっとアウトサイドから降りてくるっていうんですけれども、これ意味わかりますか？アウトサイドから降りる、こっちから。そうです、そうです、そうです、はい、まあ、正しいというか、そのね、さっきの斜め右の方に上げていきましょうって言ったこのクラブの延長線上のライン、まあ、ここがこの辺が理想だとしたら、まあ、この位置から後ろ側はインサイド、はい、この位置から前側はアウトサイドにはなってくる。でこのアウトサイドの動きがこうちょっと楽にしていいですよ。強くなってくるとこれは左にやっぱり飛びやすくなる。ただその、ね、飛ぶボールの飛ぶ原理としては、アウトサイドから振ってくる人は少しフェースが閉じていないとダメなんですよ。これってなんでか、軌道としてはアウトサイドから来ると、もしフェースをまっすぐ綺麗に当ててしまったら、ボールフェースはまっすぐ当たればボールはまっすぐ飛ぶんですけども、はい、アウトサイドに振っている人っていうのはフェース面に対しては擦る形になるので右に曲がっていっちゃうんですよ。これが今その例、ね、フェースはそうまっすぐ当てある程度当てれたんだけれども、アウトサイドから振ってるせいでちょっと右にスライスをした。でこれがそのアウトサイドにから振っている方向にうまくフェースをポーンって きれいに閉じてしまうと、この左にまっすぐナイスショットが出ちゃ う、っていう、はい、それが出るんですよね。なのでこの綺麗に斜め方向に上げていけることができてきたら、帰ってくる時も綺麗に斜め右方向から振る、この軌道を直していくことが左に引っ掛ける、まあ、ちょっとまだスライスが出るっていうのを直していけるのかなと、はい、そこを改善していけるともうバッチリで、ゆっくりバックスイング上げてみましょうか。そうで、これ今いいですよね。面の向きもう、まあ、特に何か開いたり閉じたりしていない、はい、ただ胸をこれ自分ではここのイメージで、実際画像で見ると、まあ、ここまで来てると。これ例えばでもじゃあサンドウェッジとかアプローチウェッジで10ヤードぐらいアプローチするときってどうしてます？はい、10ヤードぐらいはもう、うん、そうこれぐらいです、ね、20ヤードはそうで、この20ヤードアプローチするときに本当にここを担いでる？担いでないです。ないんですよね。これなんでフルショットになると
同じ今20ヤードのここのイメージはここになってる。フルショットになると同じぐらいの位置のイメージなのにここに上げてるか、多分そこをうまく変えていくというか感じ取れていけると、はい、まあ、いいのかなと。え、なんでだろう。それは多分ウムゴルフ君の場合バックスイングの位置を自分の体の動きだけで感じ取ってるから、うん、自分の体が斜め方向に腕伸ばしたままこうやってると、まあ、いい位置に上がるんだろうなとか、はい、で結果ここに来てるんだなっていうふうに今自分の体でしかまだバックスイングやトップの位置を、はい、まあ、意識してないのかもしれないです、はい、なんかそんな感じです。そう、でもゴルフってクラブがどこにどういうふうに動いているかっていうのを感じ取ってクラブ、ゴルフクラブっていうものをうまく使うことが大事なの、はい、なのでこれから練習するとき大事なのは常にこのゴルフクラブちょうどねこの辺重心、まあ、クラブの重心取れる位置、はい、まっすぐになるありますよね、このまっすぐになる場所、はい、おおよそここ、はい、ここをちょっと意識しながら、あ、自分がどのぐらい動くとこいつどの辺まで動くんだろうなっていうのを、はい、ここだけじゃなくて常にここを意識して、はいはい、ゆっくりちょっとバックスイングゆっくり上げてみましょう。そう、今さっきの何ちゅうの、あの先端から20センチぐらいの位置の自分の中の目印の場所ありますよね、はい、これが今どこに今行ってるのかなっていうのを感じ取る、はい、うん、そうすると結果今なんとなくこの辺来てるの分かりますよね、はい、こんなところにない、そう、ね、こんなところにない、はい、そうね、自分の右後ろにある、この時自分の体どのぐらい動いてるかっていうのを考えると、自分がどのぐらい上げたかと実際どのぐらい上がってるのかがマッチしてくる、はい、ちなみに今ここにこう上げて、うん、今こうクラブが見えないところまで行ってるんですけど、はい、この時に感じてる重さっていうのが、はい、さっきのこの重心の、そうです、この重心の位置だったり、まあ、もうちょっとね、まあ、さっき言った細かい話を言うともうちょっとその重心の位置っていうのはクラブが、ね、特殊な形してるからこの完全に棒のところにはなかったりするんだけども、うん、まず単純にここ、はい、この見えない位置を感じ取れるようになってくると大事、これがすごくゴルフの上達につながってくる。でこの見えない位置でもクラブがおおよそどの辺にあるかっていうのを常に意識しながら練習することで、はい、このクラブの重さ感じ取れるじゃないですか、はいはい、でクラブの重さを感じ取れたらクラブの位置が分かってくる。なるほど、ですよね、これそしたら今どの辺に重さがあるかな、はい、あ、ここにあるよな、はいはいはい、あ、ここだな、あ、ここだよな、ここだよな、全部コントロールできてくるからここもコントロールできる。はあ、いきなりここだけコントロールってできない、はい、ね、その手前もその手前もその上げていく過程の中も全部コントロールできていて初めてインパクトがコントロールできるので、常にそのクラブの一応重心が取れるあたりの位置が今どこにあるかっていうものを感じ取ろうとしながら自分がどのぐらい動くとここに来るか、ここを意識したらなんかすごく近い感じがするので分かりやすくなる、分かりやすいですね、自分の手元と近いから、はい、まず自分が感じ取れるところから始めていくことが大事、はい、実際に上げていった場所自体はすごく良かったので、はい、その中でこのクラブの重心の位置を意識しながら、お、うん、いい感じ不思議、いい感じいい感じ、本当意識だけですか。意識だけでちょっとこれ見てもらうと、はい、これ右の画面ですか、バックスイング、さっきと上げ方トップの位置はほとんど一緒なんですけれども、さっきよりも少しこの赤い線に沿って、さっきこの手元この辺、はい、手元の位置よりも前側からクラブ降りてきたのが今手元の位置よりもちょっとインサイドからもうこれだけで降りてくるようになる、はい、このほんの拳1個分の軌道がものすごく球の曲がりをに影響するんですよ。でこのやっぱり少しインサイドから振られてくるっていうのがすごく大事、これだけで軌道変わってくるから、すごい、うん、バランスいい。クラブの位置を自分でコントロールして感じれるようになれば軌道は実は自由自在にコントロールできるようになる。なるほど、クラブがなんか短く感じるというか、いいですね、そう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 、短いものの方が使いやすい、長いものを振ってる感覚じゃなくなりました、ね、うん、なんかここ重心だけを意識してやると、捕まってるけど
まあ、左に引っかからない、はい、あれ全然違う。一応最後フェースの向きのことだけ、はいはい、今フェース面って、まあ、基本的にはアイアンであればこの一番下のライン、はい、ここのリーディングエッジが今12時方向向いてますよね、自分から。でこのまま右に体をこうひねっていってもこれ12時、はい、向いてますよね。左に、はい、これ12時、はい、向いてますよね。このフェース面が基本的には変な開閉をしてない、開いたり閉じたり余計なことをしてないということになるんですよ、はい、でも実際にはこの12時の向きからこれ今目標を向いてる、はい、まあ、もうちょっと本来下ですけど、はい、で自分から見て12時だけど目標に対しては開きますよね、はい、こっち向いてるから今、はい、向こうに打ちたいけどずっと巻きて自分から見たら12時でも目標に対しては閉じてる。なので目標方向に対しては必ずクラブのフェース面というのは開いて閉じるという動きにならないといけないけど、自分から見た時には基本的にはまっすぐをキープすることが大事、はい、なので、まあ、手でこうやってやったりするとなんかフェースが開いたり閉じたりいろいろするので、まあ、腕を伸ばしているイメージが大事ですよ。ただこれ本来前傾するじゃないですか、はい、で前傾したまま斜めに行くとここ12時にならないんですよ。ならないです、はい、前傾角度と一緒だからここの時に11時ぐらいに入ることにはなる、はい、これを12時にしてしまうと開くっていう動作からこれでいい。そう、自分から見た時にこの辺が11時で前傾そのままこうしていって、はい、でこうやってでこの辺は どちらかというと今度また、ね、少し閉じてる感じで、これでちょうどいい。ここの感覚こうなってなってる時がね、はい、あるんですよね。そう、これでいい。ここそうです、そうです。ここの面の向きをつないであげる、まあ、ことが大事になるので、さっきのここは意識しながら体を右に斜め右方向に、はい、ひねっていった時にこうなって、でこの辺も注意しながら、まあ、ハーフスイングですよね、はい、できれば基本練習も大事なので、うーんと引いた時にそう、およそこの、はい、まあ、大体11時から12時の間に収まっていれば大体なんとかはなるんですけれども、うん、ここをまあイメージしていくとよりフェース面も自然とコントロールできてくるのか、はい、大丈夫かな、はい、OK です。じゃあもう一回いきましょうか。ちょっと待ってくださいね。これでこうで、そうそうそう、こうで、でそれが斜めに前傾して斜めになったらそうこうなってて、でこっちはそうそうこうですね。そうです、トゥーが外を向くぐらい、ぐらい、はい、はい、こう、OK、はい、で重心を感じながら、ほぼまっすぐ、ほぼほぼいい感じ、はい、OK です。じゃあちょっと最後見てみましょうか。自分の動きと実際の位置の誤差をどれだけなくしていけるかが多分課題になってくるんです。実際ここを意識してスイングすると、うん、はい、どこまで上げるかっていう感覚はこの辺なんですけど、はい、クラブが今ここまで行ってるなっていうのが、うん、今なんとなくこう分かるようになったので、うん、はい、なんかそれがすごく今振りやすいです。でどっちかというとそっちに少しシフトしていっていいのかな、はい、自分がどこまで動くかっていうことよりはクラブがどこまで動くかが、まあ、大事になってくるので、そうすれば、ね、極端なオーバースイングや逆に極端に体が回らなかったとかそういうことも減ってくるとは思います。はい、ウムゴルフ君お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、実際にレッスン受けてみて。もう初めてこうゴルフクラブがどこにあるのか、こっち側でどうなってるのかをようやくなんか自分で感覚的に理解できたかなという気がします。はい、で あとそれでこうスイングの軌道が変わるっていうのがすごく不思議な感覚だったんですけど、これ本当皆さんにここを意識してとりあえずやってみてくださいっていうのを皆さんに伝えたいです。そうですね、もう本当にそれだけで変わるんだろうなっていう気がするので、ちょっと不思議な魔法のようなレッスンでした。すごく良かったです。ありがとうございます。はい、体で感じちゃうことって多いと思うんですよ、はい、もちろんそれも大事で、自分の体ももちろんコントロールしていないとは、まあ、いけないんですけど、ただ人間の体ってやっぱり日によって体調とかあるじゃないですか、はいはい、
体がよく回る日と回らない日、朝と夕方で違うので、その体だけで考えてしまうと、前の日の夜めっちゃ練習して調子良くなったのに次の日の朝疲れてて動かない状態では全く、ね、違ってきたりはするので、体でイメージする時もあってもいいですが、やっぱりゴルフっていうものはクラブを使って打つスポーツなので、このクラブコントロールをできるようになる、クラブを感じれるようになることが、まあ、大事なんですよね。で、まあ、重心って、ね、難しいけど、それを感じ取れるようになるにはできれば毎日クラブ握ってたいんですよ。練習場に行かなくてもいいし、球打たなくてもいいから、家の中でちょっと天気予報見てる時の間だけでもゴルフクラブっていうものに触れて、まあ、こういうこのことを仲良くなっていく、はい、そうするとこの特性とか性格が分かってくるとは思います。はい、レッスンありがとうございました。2人ともすごい変わられて、まあ、また次回何するかが楽しみだなと思うんですけれども、次回、はい、何しましょう。ですね、ここのプレミアムゴルフスタジオでは、はい、まあ、僕らレッスンを担当してるんですけれども、レッスンだけじゃなくて、なんとクラブのお悩みをすべて解決するスーパーカリスマフィッターがいるんですよ。でぜひウームゴルフ君にはこのもうクラブもちゃんと自分に合ったクラブを選んでほしいということで、次回はぜひ、ね、このフィッティングを体験してほしいなと、ということで、はい、スーパーカリスマフィッターをご紹介したいと思います。吉田聡です、どうも。来た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 、はい、すごいハードルがたくさん上がったところで紹介していただきましたが、今回ウームゴルフ君たちの、クラブのお悩みを解決する、フィッターの吉田でございます。イエーイ。なのでちょっと次回はちょっとフィッティングしてもらおうかなと、はい、でやっぱりスイング良くすることも大事なんですけれども、やっぱり自分に合ったクラブ、これを見つけるのっていうのは本当に大事なので、合わないクラブでやってるとスイングも良くなりません。なのでぜひそこら辺をちょっとね、バシッと合ったクラブを選んでもらうということで、はい、はい、しっかり解決させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみにポポロちゃんも実はというか、そうですね、私も全部13本、はい、一から揃えたところで今年は挑みたいと思っています。ポポロちゃん的にどうですか、こちらのフィッティングは。いや、すごいですよ、本当に。もうでもやってみないと多分これは本当に凄さが分からないと思うので、また私もフィッターたくさん、フィッティングたくさん受けてきたんですけども、またこう吉田さんのね、キャラのまたこう話が、ね、出る前キャラがね、またすごく面白くて、こうなんていうんですかね、言い切る感じとか、こうすごいこう今まで受けてきたフィッティングと違う感じなので、ぜひこれは本当に動画で皆さん楽しみに待っててもらいたいなと思っています、はいはい、それでは次回フィッティングやっていきたいと思いますので、皆さんそちらの動画も楽しみにしてください。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。